よく見る草、ザ草。いただきます。草を入れまして、お湯を入れまーす。お茶来い、お茶。いけ。皆さんこんにちは、ホモサピです。お茶ってあるじゃないですか、緑茶とか麦茶とかほうじ茶とか。あいつら草なんですよ。草草、ただの草だから。全部緑茶は茶の木っていう椿科の草だし、麦茶は大麦っていう草だし、だから雑草でもいいんですよ。お茶はそもそもお茶の起源は古代中国で、元々は薬として葉っぱを食ってたみたいですね。そっからこれ乾燥させてお湯で煮出したらいい感じじゃねってなって、嗜好品として確立されたという説が有力らしいです。お茶を思いついた昔の人もその場の思いつきなんですよ。何事もやってみないとわからん。だから俺が見つけてやりますよ、新時代のお茶を。それじゃあお茶になる雑草を探していこうと思います。と言ってももう足元にある、これどうだろうか、今踏んでたやつ。クローバーですね。標準和名は白爪草です。ちょっと匂いを嗅いでみますね。おお、草むらに寝っ転がった香りがする。いくつかもらっていきましょう。あ、こんぐらいあれば十分だろう。昔四つ葉のクローバー探しが流行ったんですけど、七つ葉とか見つかるとかなり高値で取引されてましたね。まあ主に女子が買うんですけどね。チョコバット3本ぐらいは余裕で交換できましたよ。この草どうですか？名も知れぬ草、よく見る草、ザ草。名前知らねえけど毒がないのは知ってるから。いただきます。草だな。見てください、ハトカスがいますよ。ハトカスが人間のこと舐め腐ってますね。全然逃げねえ。餌もらってんだろうな。部屋ボケしてんだよお前ら。ポッポ茶にすんぞ。見てくださいこちら。これね、カラスのエンドウっていうそら豆の仲間の雑草です。時期になって実がなると実も食べられるんですよ。本当に豆です。こいつらは薬膳茶として確か使われていた気がする。なんか胃もたれ咳止めとか、なんかそんな微妙な効果があった気がするので、これもお茶にしてみましょう。綺麗なピンク色の花が咲いてますね。こいつらの花言葉は小さな恋人たちです。ふざけんなよ、むしり取ってやるよお前らの恋人を。おらおら、これでお前らクリぼっちだからな。はい、ありました。この辺り一面にあるもの、そうよもぎです。これはもうお茶で飲んだことある人もいるかもしれませんが、これをすりつぶして嗅ぐと、ああ爽やかな香りがします。餅に練り込んでよもぎ餅にしても美味しいし、風呂に入れても美味しい、お給にも使えるっていう。普通にお茶として美味しいから取っていくか。味知ってるけど、この春先のね、出たてのよもぎは夏になって大きくなったよもぎより数段美味しいですよ。柔らかくて天ぷらにして食うとすげえうまいです。ご一緒。ちなみにこのヨモギに似た植物でトリカブトっていう毒草があるので、一応注意してほしいんですけど、トリカブトかどうかは難しいけど、ヨモギかどうかは香ればねすぐ匂いでわかります。明らかに匂いがするんで、トリカブトは匂いがしません。あとは葉の裏がね白いです。ヨモギはもう一発でわかります。生息域もトリカブトは暑いところ苦手なんで、こういう日向にはねほぼ生えてないです。少なくとも平地の公園にトリカブト生えてることはほとんどないですね。まあ迷ったら匂い嗅げばいいんですよ。見てください、ここにあるのはですね、竹の仲間ですね。笹ではないかな、まあでもその辺の仲間です。これは違うんですけど、熊笹っていう笹があるんですよ。それはね乾燥させてお湯を入れるとすごい美味しいお茶になるんです。これはどうだろうか。よいしょよいしょ。俺毎回思うんだけどさ、異物感がすごい口の中に入れただけで。こういうの食ってるパンダの気が知れねえわマジで。じゃあ落ち葉部門行きましょう。こちらに落ちてるのはですね、前回も見たクスノキです。このクスノキにはね、カンファーっていう虫除け成分が含まれてるので、食べるととっても、めっちゃ新築の家みたいな味がします。いかにもまずそうですが、飲んでみなきゃ分かんないので、飲んでみましょう。よいしょ。じゃあこの辺の落ち葉も行きましょうか。こんぐらいね。だいたいどんぐり系のやつです。クヌギとかコナラとか。この落ち葉茶がね意外とうまいやつがあって、ただその和紙掴みにする部位によって味が違うので毎回同じ味ではないんですけど、今回掴んだところはどうでしょうか。この辺のも追加しとくか。ゴミが混入してる。ゴミが入っちゃうと味が変わっちゃうので、ゴミを取り除きます。いや全部ゴミだなこれ。いや違います、お茶っ葉です。やっとあった猫じゃらし、雑草界のレジェンドです。この猫じゃらしは麦の仲間なので、行ったら麦茶になるんじゃないですかね。もらっていきます。やっとあったわ。この時期生えてねえからな。やべ、人がめっちゃいるから一瞬で取って逃げよう。よいしょ。俺は何もしてない、俺は何もしてないぞ。はい、猫ちゃん。違うんですよ、餌あげる人じゃないんですよ、餌を食べてる人ですからね。かわいいなお前らは、猛獣のくせによ。かわいいな、ケロ野良猫は猛獣ですからね。別の公園に来ました。ここでお茶にしてはいけない草を紹介したいと思います。こちら、キョウチクトウです。何度か言ってますけど、これだけは絶対
対に食べたり舐めたり噛んだりしないでください。マジでこれ死ぬんですよ。園芸で綺麗なお花が咲くので普通に公園とか庭先にも生えてるんですけど、この葉っぱとね枝ともうこの周りの土全部毒です。自分の動画ね結構子供たちが真似するんで本当にこれだけは言っとくんですけど、俺がちっちゃい頃に近所にこれ生えてたら死んでただろうな。生えてなかったんで今生きてますけど、子供は何でも口に入れますからね。オレアンドリンっていう毒なんですけど、毒界で有名なあの青酸カリよりも毒性が強いと言われてます。まあ青酸カリ自体に毒性はないけど、まあそれはいいや今度で。とにかく口に入れないようにお願いします。まずクローバーですね、洗いましょう。まずよし洗いました。水を捨てます。平らに並べます。そしたらこれを電子レンジに入れます。スタート。これで乾燥させます。よこいしょ。おーほうほうほう、あいい感じにカラッカラですね。次は火をつけます。よいしょ。お鍋を乗せて、でここにあの茶葉を入れて空入りします。お、お茶の香りになった。お、やべえ、お茶だお茶だ。あれだ、延命茶だ、延命茶16茶か。まあちょっと茶色くなるぐらいで終わりにしときましょう。いけるんじゃねえかこれは。未知のお茶を発見できるんじゃねえか。こちらのポットに入れまして、お湯を沸かします。あっちー、オッケー、入れましょう。いよいよいきますよ。お茶になれ。こんぐらいか。お、色ついてるよ。めっちゃいい香りする、めっちゃいい香りする。果たしてお茶になっているか。おー、お茶だー、お茶だーえ、なんか浮いてるな。まあいいや、なんか浮いてるけどお茶、え、おしっこじゃね。いや、お茶です。いただきます。え、うまっガチお茶だ。あ、これ売れるわ。完全にお茶です。これ優勝説あるぞ。え、待って、これ雑草って全部お茶になんじゃね。次はこちらです。名も知らぬ草。こちらまああんま汚れてないと思うんで軽く洗うだけで OK です。これで電子レンジでチンします。レンジでチンしました。火つけます。よいしょよいしょ。ではさっきと同じく草を入れまして、お湯を入れます。お茶濃い。お茶ん、なんだ、ほうじ茶っぽいけどほうじ茶ではない。何かこれは未知のお茶の可能性が大いにあるぞ。いけ。おー、お茶ですね、お茶ですね。さっきよりなんか濃いですね。じゃあいただきます。あー、お茶だお茶だ。これは飲んだことがない味がする。大枠はやっぱり延命茶というかあったかい草剣美茶みたいな味がするんですけど、うまいぞ普通に。その辺の草むしってチンしてお茶になるんか。すいません皆さん、俺のせいで日本のお茶業界は終わるかもしれません。雑草でお茶が作れることが判明してみんながお茶を買わなくなるかもしれない。俺のせいです、すいません。じゃあ次はこちら、カラスのエンドウ。これを食べる企画も別でやりたいですね。本当に豆なんで。乾きました。入れて、おいしょ。さてカラスのエンドウはお茶になっているでしょうか。おお、めっちゃ上品な色してる。そしてなんかめちゃくちゃ浮いている。いただきます。お、あ、これセブンで売ってるわ。セブンであのあったかいのところで売ってるほうじ茶の味がする。伊藤園のほうじ茶だなこれ。次は確定でうまいやつ、よもぎです。よもぎ茶がまずかったことはね、まあ一回だけなんかあのしょんべんがかかったことはあるけど、でも味自体はね美味しいはずでした。それもレンジでチンします。よもぎが乾きました。匂いはねなんかうちのインコの頭みたいな香りがしますけど、お湯を入れたらあの爽やかな香りが溶け出すので多分。でよもぎの場合はいりません、そのまま入れます。あ、やべ、よもぎ茶いきます。はい、とてもお上品な色をしてますね。いただきます。うめえ、よもぎのお茶って感じ、本当に美味しい。まあこれはね有名だからね、未知のお茶ではないな。じゃあ次は落ち葉シリーズ、クスノキです。クスノキはどうかな、食べようと思ったこともねえわ。カラッカラに乾きました。よいしょ。温泉の粉の香りがする。これお風呂に入れたらいいんじゃねえか。薄い色。いただきます。うわ、いやまだわからん、もう一杯だけ飲みます。うわ、カンファーきっ
つ、なんかファブリーズを口に噴射したみたいな感じがする。カンファーって虫にだけ感受性があるのかと思ったけど、人間もそうか、匂いがするってことは、そうですね、無理です、クスノキはダメだ。匂いが強すぎて一周回ってソーセージの香りがしてきたもん。次はこちら、竹だか笹だか、まあとりあえず竹の仲間ですね。これはカラスがめっちゃうんこしてたから綺麗に洗って、すでになんか緑ですね、いい感じの色が出てます。これはいけんじゃねえか。レンチンしました。したらこいつを入れて、うい、俺の予想だとこれはうまくいくと思うんだよね。熊笹だって大してこれと離れてねえからな。お茶になってるでしょうか。お茶だお茶だ、今までで一番お茶の色してるよ。いただきます。まず、なにこれ、ササイを茹でた残り汁の味がする。次は落ち葉、これも洗って、これ枯れた落ち葉はもう鍋に入れて直接煮出します。それが一番いい。こんなもんだな、あんまり煮すぎると雑味がすごいんで直でいきましょう。いでよ落ち葉茶。めちゃくちゃ落ち葉が混入した。じゃあいただきます。あー普通に飲めるな。見た目ほど苦くはないです。ただね、これは本当にこの落ち葉茶だけの味なんで、皆さんもぜひ飲んでみてください。そしたら最後は、なんなら今日のメイン説ある猫じゃらしいきましょう。エノコログサです。先端の穂の部分だけ切り落としていきます。こいつは麦の仲間だから、ちゃんとやれば麦茶になるはず、理論上は。これは洗います。消すぎるな、あまりにも。鍋に入れます。火をつけます。これで普通の麦茶と同じく煎っていきます。入れます。よいしょ。ん？あ、麦茶の香りがするぞ。猫じゃらしは麦茶になるのか。お、やべえ、麦茶の香りする。俺もう夏猫じゃらしでいいわ。お茶、麦茶卒業します。いきます。おー薄くね、ちょっと薄くねえか。匂い嗅いでみます。お、麦茶だな。めっちゃ薄い麦茶の香りがする。いただきます。あ、麦茶だ。麦茶になった。よっしゃ、俺の勝ちです。雑草全部お茶になる説はね、8割方合ってる。若干ほうじ茶味を感じるけど、ほぼ麦茶だ。クローバー、名も知れぬ草、カラスのエンドウ、ヨモギ、クスノキ、笹みたいなやつ、落ち葉、猫じゃらしです。一番うまかったお茶はで、こいつ、猫じゃらしですね。マジで麦茶です、これ。で、次にうまかったのがこいつです。名も知れぬ草。これもかなりうまい。3位はね、落ち葉茶かな。本日も動画を最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価をお願いします。よければまた見てください。ごちそうさまでした。